はいどうもこんばんは、ピノチャンネルのピノです。今回の動画はですね、8月後半の活動報告&まさかの称号チャレンジをいきたいと思います。はい、ということで前回の動画でですね、見事 S ランク10チーム契約書10連爆死しまして、ここがリセマラ最大のチャンスですよっていうことを言っときながら全然動画も上げず、すいません、2週間ぐらいバタバタした結果また動画が上げれませんでした。申し訳ございません。で、今回はですね、その前回の動画のところから約2週間分ですかね、8月15日から8月28日ちょうど、これ今撮ってるのが音声は8月30日かなになるんですけれども、ちょうど更新直前ということで、それまでの2週間分のね活動報告をしていきたいと思いますので、よろしかったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。さあ行くぞ。はい、ということでまずはですね、このトップにいるキャプテンの我が相棒吉田正尚選手がなぜまず極みになってるかっていうところなんですけれども、サクッとねちょっとさらっといかないと2週間分ってなかなかいかないんで、言っていくんですけれども、こちらはね前回の10連爆死の後に暴走しまして自チーム確定ミスは、2回やってまさかの2連チャンです。吉田選手が。はい。で、これ圧縮なしと全圧縮、5枚全部圧縮でやったんで、20分の1と15分の1で約300分の1ぐらいを引くっていう神引きをかましました。はい。ありがとうございます。ということで、奇跡的にね、S ランク極みができたというような形になります。で、その後は、まずはこちら。はい。プロスピコロシアムは、ルーキーリーグなんですけどもね。こちらで、見事、長打師の、称号、アイコンですね。を獲得することができました。続きまして、タイムスリップですね。TS 第5弾が来まして、こちらはね、おそらく一番注目に上がったのは、巨人の内海選手じゃないかなと思うんですけれども、こちらのですね、累計報酬、イベントはしっかりと確保しまして、獲得したのがこちら。はい、ロッテの岡田選手ということで、非常にね、S ランクの戦力が乏しい私のチームにとってはね、守備固めとしても、あとは、すぐにはね、来ないと思うんですけれども、来ないというか、来たばっかりなんでね、しばらくはないと思うんですけども、今後スターロードでね、グラウンダーとか低弾道の選手を S ランクで持っておくのって結構ね選手少ないので、そういった意味でも、ありがたい選手の獲得をすることがこちらの TS の契約書でもすることができました。はい、そして今週ですね、先週から、アニバーサリー総選挙と、プロスピ妖怪道が、8月30日までということでイベントがありまして、ここでね契約書だったり S ランクの累計報酬だったり、あとはパースピポイントクラブですね、こちらね非常におすすめなんで、ぜひ皆さんプレイされる方は会員になってねポイントを貯めた方がいいですよってことはね、またちょっとゆっくり話したいなと思うんですけども、そこらで結構契約書を獲得しまして、 S ランクはヤクルトの清水投手、こちらがですね、なんと A ランクじゃねえや、 S ランク 30% 契約書から2連チャンこれはパースピポイントクラブからですね。これ S ランク全選手の中でかぶりで2連チャンってやばくね、確率って思ったんですけど。はい。で、その他、累計報酬では、なんと、プロスピ妖怪道かなは、こちら。はい。山田哲人選手ということで、これで S ランク2枚、そして A ランク1枚持ってるんで、山田哲人選手、アニバーサリーで、こうはね、ちょっと能力次第っていうところもあるんですけども、やっぱりね、本当トップ5に入るようなすごい好きな選手なんでね、ここもしっかりと A ランク S ランク確保できているっていう、ありがたい状況になりました。はい、そして8月29日の朝ですね、あと前の日の夜からか、吉田正尚選手で最後称号をかましてしっかりと完成させたいなっていう思いから、A ランクの自チーム確定ミキサー、そしてパワープロの日4連福袋で、6連という、暴走暴走しました。これ本当、無課金の人絶対やらないでください。暴走は一番、プロスピを楽しむのにおいて、障害になるんで、はい。で、一応ですね、なんとか、
4連福袋6連目で、なんでまあ600エナジーを使ってなんとか吉田正尚選手の獲得ができましたんで、無事にね今回の称号チャレンジを行うというような流れでございます。はい、ということで、まあ、初号チャレンジですね。まあ、なかなかね、無課金、完全無課金でね、この初号チャレンジっていうのはね、非常に、まあ、敷居が高くなってるんですけれども、あ、これは投手ですね。すいません。はい。野手の称号がこんな感じと。で、まあ、狙いは一番はこちら、ミスターフルスイングで、ミートパワー85の同値。その次が勝利の下ですね。まあ、星3、星4はね、さすがにちょっと、厳しいと思うんで、なんとか、星2の称号。で、まあ、よくばミスターフルスイングという流れが一番ベストかなという感じでございます。で、まあ、今回600エナジー今これ使って A ランクかなり失ってしまったんですけども、本当、なんですか、1からのスタートぐらいな感じで、まあ、枚数は、ところなんですけれども、ちょっと2つ、まあ、狙いがあって、1個は山本由伸投手の A ランクも欲しかった。で、もう1個はシリーズ2では、他のチームの自チームで引きたかったというところで、まあ、今回やりました。で A ランクの山本由伸選手は4枚最終的にはこの1回戦確保できたというようなところなんですけれども、行きましょう。喋ってる間に運命の瞬間です。称号チャレンジゴー。さあ星2、おー強打者無事星2ですね。はい。まあ、これもう狙い達成ですね。まあ、ミスターフルスイングではないんですけども、まあ、吉田正尚選手にふさわしい称号がつきました。強打者ということで、まあ、ミート87、そしてパワー83ですね。1ずつ上がるので、これ普通にえぐくないですか？強すぎますよ。はい。ということで、まあ、無事に私の吉田正尚選手が称号付きで完成いたしました。ありがとうございます。はい。ということで完成した吉田正尚選手がこんな感じですね。かっこいいし、能力も高いですね。もうこれで大満足です。はい。ということで、まあ、称号チャレンジはね、無課金の方、美課金の方でも、ある程度プレイ日数が経てばね、だんだんできてきますので、まあ、今回みたいなね、私のような暴走はせずにやることが、本当の強化の近道になるかなと思いますので、気をつけてください。ただしね、私みたいにどうしてもやりたいなっていう時にはね、勝負をかけるのも楽しみの一つなんで、まあね、モチベーションを上げるためにはやるのもいいのかなというふうに思います。ということで、本日の動画以上になります。よろしかったらチャンネル登録、そして高評価ですね、よろしくお願いします。それではイノチャンネルでした。ありがとうございました。